よし、デート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 。今日は今日の予定、あ、ここかファンキーショップへ行こう、はい、買い物いっぱいだからね。ケロちゃんの偽物も売ってますね。あー、そういうのあるよね。偽物なんて邪道だよ。偽物でも別にいいんじゃない。これって偽物なの。これだな。本当、売られていることが不思議ですよね。てかディスク3に来たんですけど、マックスなってなかったな。ちょっとやべえな。占い通り、楽しい。途中まで。何がやばいかというと、あれだな、修学旅行だな。はい、ビルが見えますね。今回は中央公園に来てまーす。蜃気楼みたいで幻想的だね。ロケットみたいに飛んでいったら面白い。それは面白いかもしれんな。公園の美形を損してるね。幻想的だね。本当に蜃気楼みたいですね。突然ビルが消えても全然不思議じゃない。あ、ロケットのやつでもよかったな。ああ、でもこれで20丸やったぜ。私の占い以上に。じゃあ、これときめきのマックスなってんのかな。あ、ちょっとわからんぞ。次修学旅行な。修学旅行、これでわかるぞ。あ、どこに行こうかな。なんかね、どっちが好きなんだろう。北海道ってほら、日焼けしないイメージがあると思うんですけど、実は雪で反射して日焼けする効果が2倍というね。はい、変な豆知識。はい、出たよ、変な豆知識。沖縄か。どうしようかな。何が好きなかな。どうしようかな。京都。京都なら行こう。初日はクラスに分かれてと、匠だろ。はい、分かってる。お前はいいんだよ。お前、いつも出てくるな。さあ、来い、白雪さん。お、来た。ああ、かわいい。あ、白雪さん。あの、明日の自由行動なんです。ん？どうしたの？もし予定がなければ、ご一緒していただけませんか？これときめき度がさ、みんなマックスの状態やったらさ、ランダムとかになるんかな。もちろんオッケーみたいな。思い切ってお誘いしてよかった。じゃあロビーで待ち合わせましょう。例えば11人同時攻略で、まあ9人ぐらい一気にこう話しかけて、あ、魔王さんみたいな、あみたいな、あー、うん、誰から話しかけようかなみたいなね、感じになるかな。おはようございます。おはようございます。お、これときめきでマックスになってるっぽいな。あの、待たせてしまいます。全然、俺も来たばっかりだよ。よかった。準備に手間取ってしまったものですから。それでは行きましょう。いや、でもこの子ヤンデレっぽいな。もうなんか好きになったら好きになりっぱなしっぽいな。あの真っ黒になった柱や梁、歴史を感じます。うん、古いってだけで風格あるみたいな感じだね、はい、そういえばあの中にいたお二人、強そうで怖い顔なさってましたけど、本当は良い方なんです。もちろん、雷神風神のやつだろ。だってパトさんがたくさん泊まってましたよ。白雪さんらしいな。ん？巨大地か。あ、これどうしようかな。まあ戦うか、いつも通り。はい、と買ってきました。あ、白雪さん、大丈夫ですか？怪我はありませんか？私のために戦ってくれたんですね。うん、大丈夫大丈夫。お、なんじゃい。今お暇ですか？うん、暇だけど、よかったらお散歩に。うん、いいよ、じゃあ行こうか。てか、めっちゃ CG 少なくね、こいつの時。あそこの建物、今夜は何回目の夜なんでしょう。何回目の夜？わからん。さあ、何千回何万回数えきれないね。ロマンなんですね。来て、見て、触れて、初めて実感しました。うん、俺もだよ。実のある修学旅行だったね、はい、勉強になっただけじゃなく、あ、白雪さんと一緒だったから俺も楽しかったよ。あ、そんな私が言おうと思ってたのに。言ったもん勝ちだよ、ベーケー。え、何か言った？いえ、別に。どうしたんだろう、白雪さん。鈍感か、おい、鈍感か。
主人公鈍感か。こうして俺の修学旅行が終わった。あ、電話してきてくれるか占おうとしてたんです。おお、ちょっとあれやな、変わったな、ちょっと変わったな。でこれデートを誘うとまた変わるんだろうな。どうしようかな、とりあえず植物園あたり行ってみようかな。はい、喜んで。その日はとてもラッキーな日な。おお、じゃあそれじゃあ次10月1日ね。わ、はい、かりました。それでは忘れないで来て。遅れずに行くよ。それじゃ。やったー、こんな感じになるんだな。こういうところもな、別のキャラクターちゃんとね見ればよかったな。まあ俺は見てるんだけど、こうちゃんと録画しときゃよかったなと思ったね。うん、いつもね丸連打でね忘れちゃうんだよね。最高。えーとー、あ、てかそういえばときめきど多分マックスになってると思うんだけど、あれだな、ときめきどマックスになってもあれなんだ、服装変わってないな。私も。あー、そうなんだ。へえ、そうなんだ。優しいけどなんか心黒そうやけど。今日はいろんな妖精さんに会える。妖精さんってなんやねん。妖精さんって何。チューリップです。うん、かわいいよね。小学校の頃添えたことがあるよ。黒いチューリップって幻の花なんだよ。あ、これいいね。これ幻の花なんですか。だる。お、今度植物園俺と友達と行った時に言おう。私の占い。行ったことないけどね、植物園とか、ね、でも言う。お、来た。今週はバッチリだったな。すごいですね。私も頑張らなくちゃってそんな気になります。だるー、すげー受かってるから今週。よっしゃー、文化祭行くぜー。ただいまから響きの高校演劇部の始めます。シンデレラ。あ、シンジデラ。シンデレラじゃない。あ、しかも最初と違うんや。へえ、へえ。シュールやな。いいね。あ、こういうのいいね。どうしてシンジテラは不幸のアバンチュールを楽しんだのでした。あ、こういうのいいかもしれんな。こういうちょっと童話をさ変えるようなやつ。お、いいね。全然いいわ。あ、次もちゃんと見よう。次すごそうやな、演劇。うん、バッチリだったな。主人公の声あれかな。お嬢さんのやつかな。あれ、え、あれ、嘘、こうやったよ。え、ときめきでマックスなってない。あ、あ、そうだ、そうだった。みんな見てくれよ、匠がね知ってるんだよ。なんでこれ一人になったかというとね、あれなんだよ。まあ、別になくてもね何も変わりはないんだけどね、おそらくねタイミング悪く、あれー、爆弾ついてると思ったのに光だった。なんだよ、光かよ。あ、なんでこうやってんか。まあ演劇部やったらあれなんかな、一緒にデートっていうか一緒に見て回るっていうことが ないんだな。なるほどな。とりあえず光に電話しよう。お、来た。テストの結果良かったぞ今回。あ、白雪さん良かったみたいですね。めっちゃ良かったよ。ナンバーワンだけどね。全然自信はなかったけど頑張った甲斐があったよ。良かったですね。なんだか私まで嬉しいです。こんなに喜んでもらえるな。これからも勉強しようかな。そんなことのために勉強するんじゃない。おお、白雪さん今クリスマスパーティーに来てるんだけど、やっぱ白雪さん来てるか。ピンクってやっぱいいね。女の子のピンクって、まあ、髪型ピンクっていうのはあれだけど、まあ、ピンクも可愛いけどな。あなたも来てたんですね。それにしても
大盛況ですね。これで自分が持つピンクは嫌いなんだけど、女性のピンクすげえ好きなんだよな。あー、こんなパーティー初めてだよ。私もです。まるでおとぎ話の舞踏会です。それでは友達を待たせてるので失礼しますね。来年は俺と一緒に過ごそうね。イエーイ。それだと白雪さんはお姫様だよな。あ、そろそろプレゼント交換だなということでカット。あっしゃい、正月。はい、光ね。お、これが白雪さんがあれか、最大のやつか。いや、白雪さん最大なんかな。なんか最大のような感じはしないけどな。けどあれ、女の子来ない。あ、ときめきのマックスじゃない。ときめきのマックスじゃない。はい、とーお、来てまーすねー。ときめきのマックスじゃないんか。和服も似合うね、かわいいよ。もうこら辺はいつも通りだな。あとはカットして、くじ引きはどうなるかだよな。この辺はもう丸連でピャーっと飛ばしてから。せっかくです。はいはいはい、やろうやろう。前回は大凶だったから、今回は大吉。どんな結果？まあこんな感じだったよ。いいものを引きます。お、なに大吉？違いますよ。旅に出なければ良いことがあるそうです。そうなんだ。それって裏を返せば旅に出るとダメなんじゃ。じゃあ吉だな。あー、こいつは凶だな。あー、帰りは人の流れがスムーズでしたね。あ、それわかる。それめっちゃわかる。うん、歩くの楽だったね。行きもこうであってしかったよ。そうですね。それじゃあ私はそろそろ帰ります。うん、気をつけてね。じゃあねー。はい、バレンタインデイ。別に深い意味はありません。日頃のお礼。もらえてよかった。実は期待してたんだ。そんなに喜んでもらえると作った甲斐が。ええ、どういうこと？おい、白雪さんの誕生日だぜ。はい、ケロケロデベソーベソちゃん。あ、なんだか会えるよ。これ誕生日プレゼント、開けてみてよ。私これ欲しかった。うえ、反応変わんねえな。お、やば、ときめいてるな。今誕生日ですね、私の。今日は何の日かし。そういえば俺の誕生日だったけど、他に何かあったかな。あなたのお誕生日ですよ。それは俺の誕生日したよ。あ、ありがとう。俺の誕生日知っててくれたんだ、すごく嬉しいよ。まあときめき度、これはマックス確定だな。あ、間違いない。ホワイトデーだぜ。うん、白雪さんに渡そう。シャークさんいないかなー、ということでドーン。はい、バレンタインのお返し。すごく嬉しいです。あなたからお返しがもらえるなんて夢みたい。占いで分かんなかったの。雨かー、ミスったな。桜は全然待ってないです。あれ、ミスったな。今日はどうする。桜の時に来たはずなんだけどな。水の芸術だからね、泳ぎたくなるね。管理人の人が腕がいいんだろうね。うわー、泳ぎたくなるねはねえわ。俺がねふざけてたらね、泳ぎたくなるねとか言いながらね、そういうねクロールのモーションを取りながら言うんやけどね。水の芸術だからね。はい、凍っているものになると本当にそう思います。なんか残念そうな顔してるけど、バッチリ。私の占いじゃ。あ、飯行かないんだね。ということで3年目。まあクラス一緒だよな。同じ。そうなんだ。俺も同じクラスになれて嬉しいよ。でもちょっとずるでしょうか。なんで。私同じクラスになれるようにっておまじないかけてたんです。あ、行っちゃった。電波ですか。マジでも感激だな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。
コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。